剣に見てらっしゃいますか。パネルを、ピンクのパネルを、はい、すいません、ライブちょっと持っていただいたみたいで、それじゃあちょっと周り見せてください。センターにどんどん、おー、さあ、バッケやめろ、バッケ、先ほど御社殿にて祈祷を終えたばかりのキャスト監督にご登場いただきましょう。主演の木田を演じられました岩田貴則さん、お願いいたします。はい、本日はお寒い中、これだけ多くの報道陣の皆さんにお集まりいただき本当にありがとうございます。木田役を演じた岩田貴則です。今日は短い時間ですけども映画についていろいろとお話しさせていただきたいなと思っておりますので、最後までどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして誠を演じられました新田真剣佑さんです。はい、誠を演じました新田真剣佑です。今日はお集まりいただきありがとうございます。この後寒い外での撮影なので、なんか顔してみてください。さっき一瞬外出たら一瞬で手が凍りました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ヨッチを演じられました山田杏奈さんです。はい、こんばんは。ヨッチを演じさせていただきました山田杏奈です。本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。皆さんとたくさんお話ができたらいいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてリサを演じられました中村杏さんです。はい、リサ役を演じさせていただきました中村杏です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後にこの映画の監督になります佐藤雄一監督です。佐藤雄一です。今日はお集まりいただきありがとうございます。なんとか、お客さんにですね、皆さんを通して、みんなの熱い思いが伝わるように頑張ってお話しましょうね。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず先ほど御社殿にて皆様ご祈祷されてきたと思います。で、どういう思いでご祈祷されたのかなっていうことを代表して岩田さんにここで一筆書いていただこうと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、一筆、自信はないですけど、伺っております、ね、心強いです、はい、じゃあ、ご準備をスタッフさん、よろしくお願いいたします。筆もしっかりと、こちらにご用意しております。おい、筆使いがすごいです。あ、そうですか。楽しみですね。すごい、皆さん真剣に見てらっしゃいます。おお、すごい。終わりましたか、岩田さん。はい、すごいすごい。はい、では岩田さん、すいません、そちらを持ってですね、ちょっとお見せいただけますでしょうか。パネルを、ピンクのパネルを、はい、すいません、ライブちょっと持っていただいたみたいで、それじゃあちょっと周り見せてください。センターにどんどん、おー、素晴らしい。ちょっとセンターのオフィシャルカメラさんに、はい、見せていただいたと思います。センターのことをご覧ください。オフィシャルカメラさんになります。あそこでちょっと目線いただいてもいいですか。さあ、バッケやめろ、バッケ、バッケ。じゃあよろしいですか。では岩田さん、何て書いたのか改めて発表してください。はい、絆と書かせていただきました。めちゃくちゃ緊張しました。でもすごくお上手でいらっしゃいます。はい、お習字の練習なしのぶつけ本番です。
お習字、お習字とかされてたんですか？全くしてないです。はい。いや素晴らしいです。嬉しいんですけど、そんな風に言ってくれると。でもこの絆という文字を選んだ理由もお聞かせいただけるとと思います。はい、これはですね、今日この文字を書こうっていうのはキャストとスタッフみんなで話し合って決めたんですけども、やっぱりあのこの作品の一つの大きなテーマでもある、まあ、人と人とのつながり、絆というところがですね、まあ、この作品をまあ一言で表すならこの文字しかないだろうということで選ばせていただきました。はい、素晴らしいですが、では後ろでそっと見守っていた新田真剣佑さん、岩田さんのお習字をされている姿をご覧になっていかがでしたでしょうか？ものすごいかっこよかったです。すっごい上手で、いや本当にあの習われてるのかと思ってました今。いや初めて書いてあるんだ。びっくり、うん、すごい上手でした。素晴らしかったです。ありがとうございます。照れくさいな、なんか。いやいや、もうせっかくですから監督にも聞いてみたいと思います。いやいや、僕はもっと下手だと思ってたんですけど、本当にマジで、あのというか、あのまあガンちゃんと本当はすごくナイーブだし、あのあんまりこうドーンって強くね、あの僕みたいにバカみたいにバーッとやる人じゃないので、だからもっとなんか繊細っていうか、なんか細い字なのかなと思ったら、すごく男らしく太くなんか勢いのある字を書いていただいたんで、ちょっと僕もそれでごわびっくりしました。はい、素晴らしい、あのもう筆遣いでございましたので、後ほどそちら の, あの書いていただいたパネルはあのフォトセッションの時に使用させていただきますので、まずこの作品、その木田と誠とヨッチがこう出会ってすごく仲のいい関係の絆っていう、そこの青春も描かれているということでですね、この映画と出会ったことで生まれた絆ですとか、あと何か縁っていうものがあったら教えてもらいたいんですけれども、じゃあ中村さんからお願いしていいですか？はい、あ、私はですね、この映画の後に監督と違うドラマでご一緒させていただきまして、危険なビーナス、はい、危険なビーナス TBS でした。はい、それでなんかすごく縁を感じました。ありがとうございました。はい、中村さんからこうご覧になっていて、はい、佐藤監督ってどういう方だと思いましたか？監督は本当、ここの皆さん、一緒のキャストの皆さんも同じ思いだと思うんですけど、あのこう一番ね、盛り上げてくださって、ありがとうございます。なんか気遣ったコメントで親父ギャグでいつも私たちを和ませてくださいます。はい、ね、監督どうでしたか？中村さんとまた再びお仕事ご一緒されていかがでしたか？本当にあの全幅の信頼を置いて現場に臨んだという感じでしたね、中村さん。はい、ただあの控室でこうロープでこう体鍛えてこうやっていただけると嬉しいなって思いましたけど、もう前回もこの私がロープで体を鍛えてるっていうことをお話したんですけど、次の日全くどこのあれにも取り上げていただいてないので、今回はお願いしますよ皆さん。はい、そんな感じです。はい、皆さん書いてください。よろしくお願いします。書かなくて大丈夫。どうでしたか、岩田さんと新田さんと共演してみて、改めてどんな方だと思いましたか？本当にお二人とも、何ですかね、ストイックというか、プロみたいな本当に一言で表すとっていう感じなんですけど、本当に現場の姿を見ていてもすごく尊敬していました。そう言われてますけれども、岩田さん本当にっていう感じですね。全然そんなことないですはい、ありがとうございます。さあでは新田さんに聞いてみたいと思います。はい、縁ですね、縁ですね。僕はあのこの作品に関わらず、全ての役、自分が演じる役、その今回の誠と出会えたのは嬉しかったですね。それはもうご縁だと思います。あとは、数年前にアカデミー賞で、新人賞を岩田さんと同じ年に撮ったんです。そういった岩田さんとまたこういう映画で共演できて、とてもご縁を感じました。新田さんが最初に持ったその岩田さんの印象と今回共演されてみて、何か印象って変わったりとか、あ、こういう発見があったってありますか？いや、あのテレビで見ていた王子様そのままでした。あのままだなと思ったんですけど、
どんどんお話しさせていただくにつれ、すごく、お兄ちゃんのような存在で、もちろんその映画の中では幼なじみという設定なんですけど、ものすごく2人が楽しそうでした。見ていてこの2人のシーンと山旦那ちゃんの3人のシーンがあるんですけど、本当に年は離れてるけど本当に幼なじみに見えて仲良く見えたので、見ていて笑顔になると思います。本当にそうでございましたけど、岩田さんは今の言葉を聞いていてどうでしたか、はい、新田さんとの共演を改めて。そうですね、やっぱり僕も今回初共演っていうところで、マッケンとねどういうふうにコミュニケーションを取って、やっぱり幼馴染という設定もあったので、年齢もちょっとね慣れてたりとかもする中で、どんな感じで、現場入っていこうかななんていうことは考えてはいたんですけど、全くそんなことはね杞憂というか、初日からもう意気投合して本当にスムーズに撮影が進んでいった現場だったので、本当に頼もしかったですし、すごくやりやすかったなというような印象で、本当にマッケンも言ってくれてたんですけど、僕も本当にもうマッケン本当に人懐っこい弟みたいな感じに思えて、なんかそれもご縁だなと思うし、なんかそういう絆をこういう作品の中で埋めたっていうのはすごく嬉しかったですね。よっちを演じた山旦那ちゃんともですね、年は違うんですけどもね、同じ世代という設定がありますのでね、いろいろとお話しさせていただいたりとか、現場で、感じることもたくさんあって、なんか現場だと本当に妹じゃないですけど、なんかそれぐらい、思えた関係を築けたのかなっていう現場でしたね。じゃあちょっと兄弟みたいな気持ちにもなってたということですかね。そうですね、でも画面の中ではしっかりと幼馴染として、和気あいあいとしております、佐藤監督はそれをこう映していてどういうふうに感じられたんですか。リレーションが良い感じで、もちろんガンちゃんもマッケンもみんな、ね、気を使ってくれて、一生懸命なんかリレーションよくやろうというふうになんか立ち臨んでくれたので、もう僕はなんかその部分はなんかすごく安心して見ていたというか、僕はなんか、ストーリーテリングをちゃんとその分やらなきゃいけないなって自分の仕事に集中してたって感じですね、だからすごく本当にあっという間に終わっちゃった感じがしてますね。すごく集中してたんだなと思います。ある期間もちろん皆さんの集中力もものすごく素晴らしいので助かりました。はい、中村さんはどうでした、この岩田さんと新田さんの、ね、シーンをご覧になってどんな印象をお持ちになりましたか。そうですね、その3人のシーンを見ていてすごく心が痛くなりましたし、私の役柄としてもなんか本当にすごくこう、そうですね、なんか本当に申し訳ありませんでしたそういうこと言わないの分かんないですけど、なんか羨ましい感じでしたね、はい。でも本当監督がおっしゃってくださったみたいに、本当に集中してすごく短い時間でキュッとできたので、すごく私の中でも心に残る作品になっています。映画の中では非常に新田さんとも共演のシーンが濃密にありましたけれども、どうでしたか、共演されてみて。そうですね、やっぱこう集中力がすごいので、すごく最後のシーンなんかはすごく引き込まれて、はい、負けないようにという思いで、はい、ありました。ありがとうございます。山田さんは出来上がった作品ご覧になってどうでしたか？そうですね、私は3人のパートに参加していたので、その数年後の世界のことは現場でご一緒してなかったので映画で初めて見たんですけど、なんですかね、ここもあんまり深くは言えないんですけど、こうみんなそれぞれなんか目標のためにまっすぐに向かってる姿っていうのがすごく私がヨッチを演じた時の心情とも重なってすごく感慨深かったです。ここはぜひ皆さん見てのお楽しみということで、皆さんが誰かと改めてこのここ最近ですよね、去年から今年にかけてこう絆を感じられた出来事、もしくは何かこう絆を深めるために
ご自身たちが意識してやっていることって何かありますか？こんな質問をしてみたいと思います。じゃあ中村さんからお願いします。はい、そうですね。でもこのコロナの現状はすごく大変ですし、すごく前代未聞ですが、なんかちょっとこうそんなに普段連絡を取ってない方ともなんかすごいこう気遣ったり、そういうので、まあ、そう今までしたことのないこうオンラインでなんか会話して、なんかこう飲み会とかしてるの？あ、でもしましたよ。そう、はい、何回かして、結構すごい初め絶対そんな楽しくないだろうなと思ったんですけど、結構意外と楽しいですね。オンライン飲み会やってる時もやっぱりロープをやってるそれやってんだもん。そうですね、バッケンオンライン飲み会ってこう期待なのかもしょ。なわけないじゃないですか。はい、オンライン飲み会、そうですね、なんかそれ新しいことを知ったっていう年でもあった気がしますね。絆というか、はい、そういう、ね、やっぱり人のこう表情だったり声ってすごく、うん、そうですね、マスクしてるからやっぱみんなだんだんね、なんかちょっとあんまり感情が読み取りづらいですけど、はい、今できることで、はい、できたらいいなと思います。ありがとうございます。山田さん、いかがですか？そうですね、私も家から出てなかった時期に、あ、でも両親というか家族に帰省もできなかったので、父の日とか母の日に果物とかお肉とか取り寄せたのを郵送で送ったりしてました。やっぱり直接会えないんですけど、なんかちょっといいものを食べて、なんかご飯作って楽しんでもらいたいなみたいなのは思って、いい子ですね本当にいい子ですねやってましたでもね、二十歳になったからもうね、お酒も飲めるしね。飲めるようになりました。すごい飲むでしょなんて答えていたか。でもちょっとずつお酒の世界を知り始めました。もうご両親喜んだりしたんじゃないですか？すごく喜んでくれて、電話も結構毎日のようにしていたりしたんですけど、いや、喜んでくれてましたいいですね、素敵です。さあ、じゃあ新田さん、いかがでしょうか？はい、僕は電話ではなくテレビ電話します。リアルな顔で、リアルな顔で、そうです。そしたらテレビ電話やめてって言われました向こうがちょっとあれなんだ、面倒くさかったの？カットで受けたなんかいろんな準備があって面倒くさかったの？いろんなその時間帯でお仕事ね、してる人がいるからね、気安くテレビ電話かけないようにしましょうでもそれは本当に親友なんですけど、夜とか撮影が入ってきて、それテレビ電話してここに目の前に置いてずっと歯磨きしてますだからじゃあ向こうの人 はお前の歯磨きを見せられてるってこと？そうです。マジでそれはやめろって言われるよ。そうですね、口ゆすいでからにしようって。やめられないんですよ、はい、出てくれるんでちゃんと、うん、以上です。でもそれでもずっと未だに付き合ってくれてるわけですもんね、テレビ電話にも。そうです用ないんでしょって言われます、ね、素敵なお友達です。ありがとうございます。あ、じゃあ岩田さん、いかがでしょうか？はい、そうですね、でも僕もこうなかなかこう会いたい人に会いたいタイミングで会えないという時代だからこそ、なんかこう久しぶりに会うっていうか、久しぶりに連絡を取る友達が増えたなと思っていて、中学校の同窓会とかをリモートでやりましたね。まあ本当にみんなね、太っちゃったやつもいればなんかね、もう全然見た目が変わっちゃった人もいたりとかしてですね、なんかもう、うん、でもなんかこう会話になるともう当時のまんま、中学校 の時のその関係値のまんま変わらない会話になっていたので、だからあんま年取ってもやっぱ変わんないんだなと思って、久しぶりに会う友達って、うん、同級生とかだと本当に変わらないなっていうのは、そのお互いの立場だったりとか、いろんなね、職業だったりとか、みんな違うわけですけど、環境が変わってもね、その時に気づいた関係値変わんないんだなっていうのを改めて感じましたね。
岩田さんに対しては何かこう、あ、こんな印象になったねとか言われたことってありますか？まあなんか、僕だけこう芸能の仕事やってるので岩田入ってきたみたいな感じはありましたけど、なんかその久しぶり感はみんな楽しんでもらえてましたけどね、うん、お友達はガンちゃんとは呼ばないんだ。あー、人によりますね。ガンとかもありますし。ガンってあった？ガンもあるんですよね。ちょっとそれディスってない？ガンって。いやいやいや、ディスられてんじゃないの？いや、もうその当時からそうなんですよね。ありますし、岩田もあるし、今ですよね。はい、ね、中央校のまた関係性が来る。じゃあ、監督に聞いてみたいと思います。僕はもう本当に引きこもりで、なんか鬱になるんじゃないかっていうようなぐらい引きこもって、家で一人で飲んで、っていう感じですね。まあ実家にもちょっと帰れなかったし、まあね、もう年なんで僕は、知り合いがほら、なんか病気になって入院するとかね、なんかそんなんで、じゃあちょっと会いに行くかとか言ってね、会いに行くとかね、そういう感じですね、なんかね。なんか早く本当に、エンタメ業界としてもですけど、個人的にも、なんか早くなんか、これを乗り越えてね、なんか、行きたいな。さっきあんちゃんも言ってましたけど、本当に現場でマスクしながら、ね、現場やるのって本当に大変で、多分僕がそうなのかもしれないですけど、顔で気持ちを伝えるタイプの演出家なんで、だからマスクしてるとほぼ伝わらないですね。はい、あーじゃないあよく変顔してました確かに本当になんかマスクしてると、ね、やっぱり相手の気持ちも読み取りづらいことがあるので、なんかね、そういう時代が早く過ぎてくれればいいなと思うし、なんか今は我慢かなと。僕撮影をしていて佐藤監督とご一緒させていただいて気づいたことがあったんですよ。ものすごいお芝居上手くないですか監督。劇団東海にいたのに。え嘘だよ中西です。監督がそのシーンを説明してくださるときに演じてくれるんですよ。はい、そうそれが目見てて、あ、監督やってくれないかなって思ってそれ商売違うからすごい思いました、うん、だけどなんかそういう僕コミュニケーションの仕方を多分してるってことを、うん、マスクしてこの間、まあ、あんちゃんの危険なビジネスやってて、はい、そうですね、あ、俺そうなんだっていうのがすごく気づいた。はい、本当に思い切りこうね、ハグしたりみんなでね、分かち合いながら、ね、本当ハグも何もしないですからね。打ち上げもしませんし今ね、いやなんかこう現場だけやってなんかスタッフキャストとお別れっていうのがなんかこうピリオドが打ててないっていうか、なんかそういう感じがすごい今はする時代になっちゃったなっていうのがすごい寂しい。1月29日から公開になります、名もなき世界のエンドロールという映画です。本当に宣伝部の方も頑張っていただいていろんな宣伝文句が、踊っておりますが、なるべく頭真っ白にして本当に見ていただけたら、この、ガンちゃん演ずる木田と、マッケン演ずる誠のなんかその絆というか、そのある青春というか、そういうものが、伝わっていくんじゃないかなと思います。なるべく頭真っ白にして顔面偏差値の高い映画だなということで、見ていただけたら嬉しいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では最後にキャストを代表いたしまして岩田貴則さんお願いいたします。はい、本日は、これだけたくさんの方にお集まりいただき、本当に感謝しております。いよいよ映画ももう公開まであと10日となりまして、まあたくさん取材と、いろいろ受けさせていただいたんですけども、まあ本当にこの映画はプロモーションが難しい、本当に難しいなと、思っております。ただですね、まあ今監督もおっしゃった通り、本当に頭の中空っぽで、映画館に来ていただく方が絶対にこの作品の良さを体感していただけることは間違いないのは本当に強く、言いたいので、ぜひとも報道陣の皆さん太字でお願いしたいなと思っております。顔面偏差値っていう、いやそっちは置いといてです。そっちは置いといて、はいなのでね、ぜひともこの、作品の、根底にあるメッセージ、愛だったり、命、そして絆というものをね、
皆さんにたくさんの方に受け取っていただきたいなと心から強く願っております。もうすぐ公開間近となっておりますので、ぜひともたくさんの方にこの作品が届くよう、キャストスタッフ一同、願っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をしまして、漫画世界に広がるイズカムスリー大好きなイベント動画イベントを終了させていただきます。皆さんありがとうございました。ちゃんと順調順調、こんな格好で目立っちゃいるけど、まあ溶け込んでもいるよ。そっか。どうして俺はこの年でこんな格好してんだ。神様がたまには世の中のためになることしろって言ってんじゃねえの。クリスマスイブなんだから。神様なんかいるかよ。さあな。いねえよ神様なんか。キダ、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。何言ってんだよ、マゴド。今日の俺はドッキリを仕掛ける側だ。そうだったな、キダさん。おいおいおい、まさか本当に俺にドッキリ仕掛けようってんじゃないだろうな。これから迎えに行ってくる。うまくやれよ。そっちもな。なんでさ、私たちは一緒にいるんだろうね。俺の世界はこう、3人でできてんだよ。孤独な3人のかけがえのない小さな世界、いつまでも続くと思っていた。裏社会で交渉人となった木田と、表社会でのし上がった誠、2人にはある目的があった。リサにふさわしい人間になるためだよ。本気か。本気だよ。君、人殺せると思う？結婚してっていうサプライズとかだったら超上がる。じゃあなんでだよ。気になってしょうがねえんだよ。頼むよ。ちゃんと。それは日本中を巻き込むある壮大な計画だった。一日あれば世界は変わっちゃうんだよ。危ない橋っていうのは自分のために渡るもんだ。分かってます。頭おかしいんじゃないの。ラスト20分の真実にあなたは心奪われる。誠！キダ、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。名もなき世界のエンドロール。